香港のダウンタウン。その頭上をかすめるように飛ぶ飛行機を見上げるのは日本人俳優浅野忠信。今年この細身の青年が映画界 CM 界で静かなブームを起こし海外進出まで果たした。じゃあいいですか、はい、浅野忠信さんどう思います？小汚かっこいいって感じで小汚かっこいいダメなんですよこういうワイルドな人ってもう惚れちゃうから。なんかこれからのファッションシーンとかそういうのを先取りしていってくれそうな人だなっていう感じですね。この1年ぐらいで感じって変わりました？街歩いてる時の自分の意識とか。そうですね、やっぱりあの気づいてくれる人は気づいてくれたりするんで、そうするとやっぱちょっとなんかどうあれでいいのかも分かんなくなっちゃうし、なんかちょっとやっぱ緊張しちゃうというか、うん、浅野は今年6本もの映画に立て続けに主演。しかも彼を起用しているのは皆今注目の若手映画監督たちだ。笑わんか、記念撮影やぞ。浅野の何が若い監督や観客に魅力を感じさせているのか。君は何をお願いしたんだ？地球が滅亡しますようにって。ほとんど一目惚れに近かったんですけど、とんがってるというか、なんか天然のナイフみたいな、とかし、なんか真っ白とか、そういうイメージがありますね。10年ぐらい前からきっとみんな待ってたんだと思うんですよ、ああいうキャラクターを。例えば役作りとか、自分流ですよね。浅野さんどうやって役作りしてるんですか？そうですね、僕の場合は、大体やっぱり台本を見て、それで自分が面白くてこの映画やろうって決めた時点で、大体その役がやろうって決めたから体に自然とやるんだって気持ちは入ってるから、その時点でなんか役作りが自然とスタートしてると思うんですよ。それでだからあとはもう台本も見ないで、その役のことも考えないで、ただ普通にいつも通り生きて、それであとはもう現場に行って、あの現場に行かないとその部屋の空気とか、あの場所の空気ってないから、あとはもう現場に行ってそこの空気にとにかく馴染んで、そこで適当にリハーサルをやって、生まれたものをそのまま本番で出せればいいなと思ってます。こう本読みしてなんか実直に準備してっていうのがね、はい、いいやり方だみたいな、はあ、じゃあ全然違うんですね。そうですね、うん、あのむしろ最初の頃は僕はあの役者もやる気なかったんで、やる気ない自分がいてくれたおかげで、なんか新しい自分というか新しいものが発見、知らぬ間にできてたのかなと思って、うん、生真面目に準備した演技よりも撮影現場で生身の自分から生まれるもので勝負するという浅野。いわば旧世代の日本人には考えにくい独特の演技スタイルだが、今やそれは海外でも高く評価され始めている。ちょっと待て、アクセル。浅野を招いたのは世界中にヒット作を送り続ける香港のウォン・カーワイ監督。即興的に進行するこの短編映画の撮影を通して、浅野の感覚はやすやすと国境を越えてみせた。映画っていうとかなり事前にかっちり決めて、はい、その通りに動くなんていうイメージがあるんですけど、はあ、じゃあそれは全然そういうのは全然なかったですね。行ける場合はもう本当じゃあ行っちゃおうかっていう感じで、本番つっても始まっちゃう感じで、あと香港で撮影やった時はこう監督とキャメラマンの人とかがビール飲みながら仕事してたんですよ。あ、そ、日本だと結構こうみんなこうなんか真面目に なりすぎてる時があるような気がするから、もうちょっとそういうラフでもやっぱこれだけいいもの作ってる人がいるんだから、できないわけはないななんて思ったりして。あくまで自然体の自分を大切にしながら国際的に活躍の場を広げている浅野。その姿から新世代の日本人の生き方のスタイルが見えてくるようだ。テレビのニュースとか見ます？たまに、たまに、はい、
あんまりでもそのテレビの世界は信じてる信じないの問題じゃないんですけど、信じてはいないんで、うん、そうですね、たまになんかニュースとか見てニュースなんてやっていいのかなって思う時が結構あったりするんで、うんうんうん、はっきり言ってあんなの知らなくていいことですからね僕は、うんうんうん、交通事故で誰かが亡くなったとかって、そういうのはやっぱあの街に出てそういう事件を自分でそういう事件に会いたくないですけど、うん、会っちゃったりした方が、うんうん、まだいいんじゃないかな。だからテレビの中だけで生きちゃってる人も結構いると思うんですよね今、うん、それはやっぱり外に出て、うん、何にもしないよりは外に出て何かしてた方がいいと思うんですよね。新聞とかテレビで知るニュースよりも、はいはい、自分で生で感じることの方がずっと大事。そうですね、うん、それだけで十分です、うん、でよく今世紀末だ世紀末だとか言うけど、はい、どんな風に感じてます今。そうですね、でもなんか嬉しいですね。すごく2000年がすごく楽しみで、1年ぐらいパーティーでも続くんじゃないかぐらい考えてますけど。21世紀になったら何したいですか。いやもう今まで以上に好きなようにやりたいというか、うんうん、みんなにも好きなことをやってほしいし、とにかく騒ぎたいですね。なんか21世紀になったら